今日は大河ドラマの撮影でスタジオにいるんですけれど、まあ、今お昼休憩で家から持ってきたメロンパン食べて、メロンパン食べてってか、メロンパン食べようと思います。はい、うん、うんうん、なんかね、白髪とか、そう、作ってんすよ、今。わかります？そう、白髪。年取ったらこんな感じなのかな、みたいな感じで思ってます、勝手に。うん、なんだろうな、うん、特に何もないんですけど、とりあえずカメラ回そうと思って回します。そう、こうやったら電気つくんですよ。で、なんか NHK さんのドラマって、まあ、なんだろう、朝の連続テレビ小説もそうですし、大河ドラマもそうなんですけど、割とバレ飯って言って、あのお弁当がないんですよ。だからそのスタジオ内の食堂を使ったりとか、コンビニ行ったりとかでみんな食べたりとかするんですけど、そう、なんか僕はいつもこう食堂とか行ってみたいなって気持ちがあるんですけど、まあ、そんな、なんかなんとなく、まあいいかって思っちゃって、家からだいたいなんかおにぎり持ってきたりとか、あとなんだろう、今日みたいにパン持ってきたりとかでお昼食べたりとかっていうのが多くて、で夜ご飯の時はあの家で食べたいんで我慢して、で、家帰って食べるみたいな感じですね。うん。何話そうかな。本当にね、なんかもう、味気ない毎日。味気ないっていうか、本当仕事してるか、家に帰って寝るかみたいな。最近あれ、めっちゃしてます。あの、コーヒー焼酎ってわかります？あの、焼酎にコーヒー豆入れて、置いとくんですよ。したらコーヒーこう染み出てコーヒー焼酎になるんですけど、それがめっちゃうまくて、僕がねよく行ってた蕎麦屋の大将が、あの閉店後お店で飲んでるんですけど、でその辺ご一緒して閉店後コーヒー焼酎初めて飲んだっていうのが、その初めてのコーヒー焼酎との出会いで、何年前？ 5、6 年前かな、5、6年前ぐらい。でそっから割と好きで飲むんですけど、最近特にまたハマり散らして飲んでますね。うん、もう、もう外に飲みに行くことがないじゃないですか。だからもう、なんだろう、わけわかんないぐらい、あの家にお酒類が溜まってて、やばいっす。なんか、居酒屋みたいになってます、家が。ほんと、なんやろ。ほんと、まあ、このメロンパン美味しいっすね。うん、うまい。パン屋さんで買ったんですけど、なんかコンビニ、いつだっけな、10年ぐらい前かな、10年ぐらい前ですか、わかんないですかよね、わかんないですよね。なんかあのコンビニで流行ったんですよ、メロンパンが。なんかね、メロンの色したメロンパンで中にクリームが入ってるやつ、あれが流行った時に本当にバカみたいに買ってました、あれ。
学校持って行って食べながら登校したり、休み時間食べたりとかしてました。で、お弁当食べるじゃないですか、昼。で、その前の休みとかも購買とか行って、なんかパンとか何かしら食べるんですよ。カロリーメイトとか。で、お昼ご飯食べて。で、放課後また普通に適当に友達と集まって、なんか食べるんですよ。うどんだったりとか、ラーメン食べ行ったりとか。で、夜食も食べるわけですよ。めちゃめちゃ食べてましたね。1日5食ぐらい食べてたんじゃないかなってぐらい食べてましたね、学生の時は。そう思うと、もう2分の1ぐらいになっちゃいましたね、食べる量。ちょっとまどろんで撮影行っていきたいと思います。